またいいんじゃないかな。それが今度映るんですよ、買ってこかな。だから相変わらずご飯ですよと混ざるんだよな。映るんですなんだよな。映るんですよ、あれ。映るんですで。俺そんな時代じゃないからさ。あれ？あれ？あれってでも平成初期でしょ？平成初期か、あれ。うん。俺が小学校とか。昭和じゃなかった？あ、わかんない。それはわかんないけど、そういうなんか、俺は小学校の頃に。中学校の時に使ってたような気がするもん。そんな昔からのあれ。そんな昔からって言ったらあれだけど。あれ？俺からしたら昔です。中学校か。中学校の時にあったような気がする。覚えねえけどな。わかんない。俺も小学校の頃に CM で散々見て、だって俺あんなん使い始めたのってさ、そっか、俺が見た CM はあれか、映るんですか、プリントアウトできるようになったからだ、あの富士フィルムとかああいうなんか店で。あ、そうやな。でも、うん、あ、なことない。俺20代20歳の時だわ今。何、そうすると平成初期か。俺20歳やと30年前。まあ平成始まりぐらいですね。1990年ぐらいってことでしょ。もう20代の時にはもうあのあれやった。もう広がってた、誰もが使ってた。 あそうやん、俺が17か、うん、やっぱ16か17だ多分。そんな昔からあるんや、あれ。20歳の時にさ、俺スキューバーダイビングで、映るんですよ、映るんですが、の、水中の中で映せれる。防水カメラ的な？防水、いや、カメラじゃない。ケースを買った覚えがあるもん。うん。これでギッギッて巻いて、カシャってやってた覚えがある。え、映るんです。そんななんか、オプションアイテムあるんだ。あったあった。うん、知らんわ、初めて知ったわ。全然心霊と違う話になったね。こういうさ、なんか世代、ジェネレーションギャップの話をさ、うん、夜の鉱山でもしようねっていう話をしたのにさ、うん、怖えしか言えなくなって、あの会話全無視したじゃん。そう。俺撮影終わった後にしまったって思ったもん。そうだ、映るんですわ、そうだ。俺、うん、持ってたことがある。いや、映るんですよ、ね、何、水中カメラケース、ボッケースがあるんだっていうのすげえ興味あって、割と高いなと思ったけど、だけど、あれ悲しいことによ、はい、24枚撮りやん。24枚やったらもう、あと癖やもん。撮り終わったらだってもうあれ、そのままフィルムお店に渡すっていうか、そんなあれですよね、現像するための。そう。だから一回海から上がって、新しいのに帰んなんね。めんどくさ。めんどくさい、めんどくさかった。今のデジカメ楽ね。何枚でも撮れるよ。何枚でも撮れるもんな。だし、あれ防水系が安くなったね。今ああ。ジェネレーションギャップ、ジェネレーションギャップ。そう。だって今なんてさ、こういうデジタルカメラももう何時間でも重く撮れるわけやん。うん、まあ確かに防水機能あったら、うん。だろう。昔はもう短いもん。30分までとかそういう制限付き。そう。電池がなくなる。テープもなくなる。両方か。うん。で、テープ濡らさんように手拭いてきちんと中のやつ出さんの。今の子はもうテープが通じませんぜ。VHS って言って分かんないでも今の子。ベータです。そうだよな。ベータって分からんよな。ベータっていう呼び方は俺は知らんぞ。え、VHS 以外なんかあんない？パナソニックとかは VHS やない。うん。え、それ以外何かあるの？ソニーは、ベータやって。あれの呼び方？普通はでかいやつやけど、ソニーはちょっとちっちゃいね。あ、知らん。うちんちそれ知らん。うちんちそれ知らん。嘘。知らんのか。ひたすら VHS で録画やってたっていう、あれしかないもの。ソニーはソニーだけで全然違ってたやつ。でもソニーかっこよかったもん。バチャンバチャンってやると DV、ビデオカメラのチャンネルガチャッガチャッガチャッって変わってくれる、自動で。画期的やと思ったもん俺。やっぱりなんかいい商品を作ってんだよな、ソニー。時代、どの時代でも。
あの当時で普通だったら手でやらんなんかったやんて。うんうんうん。だけどソニーだけはなんかガチャガチャってやるとガチッ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 って動くやんて。手でチャンネル変えるというのかな、もうあれなんだよな。俺リモコン世代でもう出た。リモコン出た時のあの懐中電灯みたいなリモコン出た時、はい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 、感動したもん。今普通にテレビ買ったらついてくるあのリモコンでしょ。そう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 、うん、あれが昔は懐中電灯みたいになったやんて。懐中電灯、うん、ドラえもんでいうとあの大きくなるなんとかビッグライトみたいな、ビッグライトみたいな、うん、あんなようなやつや、うん、あれの赤と青があってよ。知らん。赤を押すと時計反対回りに回ってくる。、うん、知らん、俺その世代じゃない。そう、初めて、うちにて普通にもうなんかそういう普通なリモコンだったな、今みたいな、そん変わらん、赤と青しかない。知らん知らん、そんな本当にドラえもんの道具でありそうな、なんか2つしかボタンないよね。ドラえもんのおもちゃやっててよ、こうやって俺らガチャ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 下にもつけてでかくならんなとか言ったりとかも。うん、あった。知らない。そう、それからちょっと経ってから、うん、あのボタン式のチャンネルになった時はあれも感動して涙出たな。ああ。うん、いつもやったらさ、親父がチャンネル抜いてさ、チャンネルが回らんのやて。8時台全員集合見るかプロレスル見るかって言って、親父はプロレスル見たいもの、親父はプロレスに合わせてチャンネルを取ってもらうんやて。引っこ抜いちゃう。チャンネル回せえへんねん。ごめん、そのなんていうの、それができるようなテレビを俺は知らない。そう。ボタン式になってからはもうそれができんもんで、もうこうやって変えよう、もうこうやって変えながら見とった。っていう話をさ、もう講座の時にやろうねって言ったのに。全然できんかったから。すげえギャップがあるね俺ら。あるね、やっぱり20年の差だよこれが。だ、ほんとか、俺らの時代って面白いもんいっぱい出とった、うん、でもね、実際その俺らがその要は高校生中学生ぐらいの時に YouTube が始まったりって言われて、その映像技術がその要は発達し始めた頃だけど、うん、そういう電化製品のなんていうのエピソード自体で言ったら、あなたたちみたいな今の50代ぐらいが一番なんか進化を体感してると思う。そこ羨ましいなって思う。だって俺何やったかな、エスカレーターっていうのが自動で動く階段っていうのがテレビでやってた時、うんうんうん、自動で動く階段って何やるかなと思ったもん。三菱エスカレーターってなんか出とってな。知らねえ。でそこら辺のスーパー行ってもねえわけよ。ああ。そしたらよ、エレベーターはあるんですの。エレベーターじゃない、エスカレーター。エレベーターはある。全部階段動く前も、いや昔のエレベーターだったぞ。ガラガラガラガシャンガシャンって口めるよね。古い。あれね、だけど、うん、エスカレーター階段が動くんつったらさ、でもあるとしたらさ、高島屋か名鉄百貨店が近鉄百貨店って高級なとこしかなかったもん。あー、ちびっこではいかんところやな。そう。でも一度乗りたくてな、子供の時。ああ。うん。すげえ感動した俺。ああ。うん、いやもうエレベーターない時代に生きてないからな。あれをすごいな、作ったやつらすげえな、天才だな。一番横着したい人間なんでしょう、ね、だろう。一番歩きたくないやつが考えたんやろな。もういかにこの何ていうの、階段が嫌っていうことを身に染みた人が。そういやー本当に水洗トイレにできた時なんかこのどこ行くんだろうと思ったもんね。いやでも実際ちびっこの頃にみんな思うことどこに流れてくんだろうっていう。そうどれだけあれ便器に手突っ込んだか俺。どこに行くんだろうって。マジで。いや手突っ込んだはないな。そう、俺んとこ小学校の時がそれやったからさ。ああ。うちボットンだったからさ、興味聞かねえんだよなボットンって。うん、真面目に見たことすらないもん俺ボットン。俺んとこ今もボットンやん。なんでボットン。50年も55年やん。うん、
でもやっぱりその50何年経たないと見れないと場所になってるんだよな。だからそういうとこしか見えない心霊とおるやん。新築にあんまり寄りつこうとしないやん。そうなのですか。うちの兄貴のとこは寄りついとるけど、いっぺ新築でしたか。新築新築建ててからなんでここに建てたんだって言ったもん俺。あなたはその建てる前には、まあ、見ないかわざわざそんないや家建てとるということも知らんかったもん俺。うん、単純に新築で家買うわぐらいの報告しか受けないか。いやそれも報告もなかったもん。建ててから家買ったへえと思ったんだ。でいざ行ったらとんでもねえことになってるっていう。そう何ここと思ったもん。面白いな。そんなのばっかやん。でもなあ、昔はでも本当いい時代だよ。うん、今の50代はね、多分この、うん、ライト、車のライトがこうやってバカって開くなんて言ったらすげえかったもん。ああ、車のあの高級車であるパカって、そう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 、パカって動くやつ。あれが手だぞ。手？うん。あのトヨタのさ、セリカ WX セリカなんやけど、ライトがパカッと開くやつやけど、あれ手で回すよね、はい、ガリって。そうするとカチャッと。自動やないんや。自動やないんや。自動かな、自動かな、あれ。自転車にもあったんやぞ。カチャッと開く。知らん、見たことない。昔のサイクリング車ってすごい面白いじゃん。凝ってたやん、ライトとか。知らん？知らん。そう。もう絶賛普通のママチャリしか乗ったことないよ、そんな初期のちびっ子の頃でも。真ん中にあのギアを変えるのがあるって。ガチャ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 って。うん。1,2,3,4,5って。ガチャ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 って。自転車自体の一足二足のあれ？そうそう、ある、今、デジ、こうやって回すと、うん。ガチャガチャっていう回すあれね。回すやろ。うん、それが、この真ん中にあったんやって。ガチャガチャガチャって。この車のなんか、これみたいな感じで。そう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 。うん。知らん。知らん。ギアが変わるんやって。知らん。何回かやってると外れてくんやって、ギアが。チェーンが伸びちゃって。その時に俺が初めて買ってもらったのが、そのライトがこうやってレバーを引っ張るとバコンと開く。ちょうど画角に映ってないからね。こうやってパッと開くって引くと、あ、すげえ画期的やって、うん、夜来るの待ち遠しかったもん俺、あれつけたいために。それでは効果が分かりづらいから、分かりづらい。あれは良かったな。もう俺好きやったな、あの自転車大事にしとったけどな。そういう自転車って盗まれない？え？俺盗まれんように家に入れてたもん。ああ、うん、うん、あの当時自転車泥棒多かったでさ。今も多いんだよな。泥棒だと思ってねえんだろうなあれ。倫理観の欠如が凄まじいぞ。でもな、昔は俺今考えると、今の子たちって何でもいいもんばっか手に入るであれやけど、昔はその欲しさに努力しようとしてたからな。ああ、うん、っていうか、何か例えばカメラ欲しいって思ったところでどこに売ってるかとかいう情報を調べるのが大変っすよね。広告、そう、新聞に入ってくる広告。新聞の広告見るのか、あとテレビ。ああ、テレビか。うん。あと実際百貨店とかそう言って見に行くかどうかでしょ。いや、今さ、今なんてコマーシャル多いやん。仮面ライダーとか見てみ、うん、たった30分に3本のコマーシャルが入ってくるぞ。オープニングやって、オープニングやるやろ、 CM 入って で始まるやん。 A パートでまたやって、また CM やって、また B パートやって、 CM 入ってまたポンと入ってくるやん、エンディング前に。そう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 。へえ、知らなんだ。ワンピースなんか見てみろ、歌からコマーシャル入れてたらもう5分ぐらいあるやん。ワンピースはもういろんな意味で長寿アニメだからなあ。あんなに CM でそんなにやっぱし金いるんかなと思うぐらい CM 入れるやん。昔の CM、 昔はさ、短いんやけど一平入ってくるやん、その中に。ああ、うん、昔はほんと15分30分の漫画だったら15分の間に1回入ってくるやん。うん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 。あとはまたずっと見えるやん。うん、なんだろうね、そんなに CM を挟む理由は。
やることねえよね。でも今の番組は俺昔の番組の方が好きだな。うん、昔の方が CM とかでも面白いのいっぱいある、うん、ある。あの懐かしい CM みたいなことで YouTube 検索してたまに、そうそう、ああったで、ね、こんななんか CM みたいな。そう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 、うん、なんかさ、俺ほんと今のああいう戦隊もんでもさ、できすぎちゃってさ昔ってすごいシンプルやけど、ああ昔はこんな風で俺らかっこいいって燃えてたんだなって思えるもん。ああ、わかるわかる。なんていうか、今の映像技術に比べたらチャーチーチャーチー CM だけど、チャーチーチャーチーでも CM は本当にここまでやるのっていうぐらいやったよ。うん、なんかどんなおもちゃでも CM 見たらもう欲しいタレになってたもん。もうなんちゅうの、本当におもちゃなんて言ったらもう本当に変身できるんじゃねえかと思うぐらい。わかる。なんか夢がある、あの CM を見るたびに。そう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 。ボールペン1本でもすっげえ欲しくなるような宣伝やったああ、俺らポケモンでそういうのいっぱいやったの。鉛筆だったり、そういうなんかそういう細かいものでもなんか、だってボクシーやったっけな、こうやって今まではパチャカチャカチャってやると戻ったり出したりするやん、うん、はい、カチャってやったら横のボタンをパチッと押すと戻るとか言って。ああはいはいはい。なあ、それできた瞬間にあのスーパーカー消しゴムがもうすげえの、レースがやり放題で最初カチャってやってからカチャって押さえながらピッて離してピョンって飛ばしちゃったんて。ああはいはいはい。それがカチャってやれば横のボタンをポンと押せば、ああ、うん、わかる意味。このカチャってやってカチャってやって指が邪魔だと、途中で止めるやん、うん、ほんでこうやって車に合わせてピッて離すやんそうするとピョンって飛んでくる、ピッてなんか飛んでるようになるのが、その横でその要は発射台に十分できるから、そうすげえ画期的なボールペンできた書いたことねえけどよ、あっちはよう使ってたこれ視聴者のみんなに通じてるのかな、通じてるかなで、うん、俺のやつはマッハになったんやつってさ、一回壊してあれ上のポッチを押して外すと外れるんやって、うんうんうん、そしてインク出して棒、うん、でゴムあのバネあるやん、あれギューって伸ばしてもう一回入れるんやって、そうそう、スーパーバネの間でピッてやるやん、飛びすぎちゃって車が机から落っこってくんやて改造車なんだよそう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 、もう、そういう知恵はいっぱいあったな、大変な感動したぞうこの喋りをさ、心霊スポットで行かせんかなさっきの行かせんな、ベラベラ喋れるやんする場所じゃねえしベラベラ喋るやんいやでもな、本当面白かったぞ昭和の遊びって俺好きだな本当。だって今俺こうやって YouTube でさ、うんうん、心霊やってるやん、うん、昔の遊びも紹介したいぐらいだもん俺、ビー玉遊びとか、うん、やるかいやるかい本当俺ね、あのビー玉遊びをやりたい、やりたい、帽子に帰ってドボロボート警察っていうのがあって、あ知らんな、嘘だ、ケイドロは鬼ごっこタイプのあれしか知らん、ビー玉でやりませんでしたか、穴掘ってこうやって真ん中に穴があって、で上に1個2個って左右に3つ穴開けて一番てっぺんに穴があって、それを順番に穴に入れていくんやって、で敵が近くに来たら飛ばして自分が早くゴールにしようとする、知らんな、そう、それ確か泥棒と警察って呼んでたんじゃねえかなと思って、うん、ビー玉ってなんかいろんな種類あるじゃないですか、中に柄が入ってたりなんかボールそのものが色ついてたりみたいな、もう柄が入っとるやつなんかレアだって俺らから言わせた、そう、そういうなんかレアっていうコレクション性に俺は、うん、なんていうの、お宝性見出してた、もうそういうのを持っとるやつらなんておめえ俺らから言うのもう目の色違うもんおめえすっげえとか言ってみんなと違うの持っとるっていう、そう、俺らなんかなんていうのスーパーの裏行ってさ、八百屋さんの裏行って、うんうんうん、ラムネのあれを一生懸命割って引っこ抜くぐらいしかできなかったね、ラムネの瓶のガラスなのか、そう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 、これ、ね、透明だけやん、あれの取り出し方が未だにわからないんだけど、あれは割るのが正解なの、俺ら割ってた申し訳なかったけど、で、うん、色がついとるやつはお店に売っとるんやって、ああ、うん、
大体ちょっと金持ちのあの鬱陶しい金持ちっぽいやつが持っとるっていうか。ああ、わかるわかるわかる、うん。なんか、わざわざそんなものにお金割いてもらえるぐらいのは。だって、ビー玉で当てたら勝ちって言って、それをもらえるっていうルールになってます。ああ。どれだけ練習したか、勉強より練習しちゃったよ。なんか昭和の時代そういうなんか、相手のものを奪うアンティールール多いよね。あの、メンコもそうだけど。メンコもそう。だから弱いやつは、最後まで一番いいやつを残すやん。そう、なんか、手持ちなくなるやん、遊ぶおもちゃがって思う。そう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 。だけど最後は、あの、いらんやつはもう返すやん。あー、うん。それはそもそも奪い合いのルールをなくせばいいよでは。いや、やっぱしよ、メンコはよ、もう、飛ばす方にも行った。ん？もうメンコじゃなくてよ、こんなちっちゃい、メンコの本当に、コインサイズな。コインサイズぐらいのやつを、うん、昔あの、駄菓子屋さんで、こうやって、まあ、変な話、メンコの横にロウが塗ってあるんだわ。ほうほうほう。で、キュッてやると飛ぶんだ。それの飛ばし合いが始まったんやって。知らねえ。知らねえやろ。うん、ごめん、今これぐらいのサイズって言ったじゃない、うん、俺牛乳瓶の蓋思い出したもん。牛乳瓶でも飛ばしとったんやって俺ら、うん、今の子通じないよこれ。嘘。確か変わったはずですよ、牛乳瓶のあの蓋。本当？確か変わってるはず。なんかなくなったって。あ、そうなんだ。紙パックかなんかに変わったんじゃないですか。こうやって先生がごめんな、こんな輪っかの中に針が入ってあるとキュッキュッ。そう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 、みんな取ってくれてよ。あの、なんかガリガリやって取れない取れないって言うやつ。あ、それはよ、俺らの小学校の4年生かな、それまではあの穴開けて抜いとった。知らん知らん。最後はあの赤いなんかあってキュキュってピッポコってめくれるやつがあって、テレビ見た時に俺三角の紙牛乳金持ちやなと思ったもん俺。わかる、なんか日常では見ないなんていうの、それだっていう。いや、あれ見た時すげえすげえなと思って、また俺。俺らの昭和の時の本当子供たちってすげえ夢いっぱいだったと思う、今の子よりも。なんか今の子は今の子でそう夢あるかもしれんけど、うん、だって最初あの俺らの時代ってもうコカ・コーラ・ペプシーの時代なんや、炭酸飲料。ああ、うん、あれ生まれた頃、生まれた頃でもねえな、ペプシーで。俺ら小学校の5年生かなぐらいになると、裏をめくると10円50円100円っていうくじがあるんやて。1本50円か60円か50円ぐらいのペプシーを買うんやて。分かる人コメントに書いておいてください。分かる人は分かると思います。俺分かんないもんこれ、この値段。その頃ペプシーが出てきた頃なんだよ。それまではコカ・コーラやってん。そうするとペプシー買うと後ろにあのゴムでできたグレーのゴムがくっついとるんやて。ほうほうほう。それをめくると当たりだと100円なんやて。ほう。で50円10円って外れってなるんだ。それを買うために必死で家の手伝いしたもん。なんか洗濯物手伝うからお小遣いくれみたいな、そういうやつだ。ペプシーだから小学校の時に一番炭酸飲んだ時、そんな時代じゃない、コカ・コーラも。ああ。コカ・コーラもさ、何本か当ててやるとヨーヨーがもらえるって言って、ヨーヨー世代が来たんやて、小学校6年生の時で。どこどこの駄菓子お菓子屋さんにスーパーヨーヨー、ヨーヨーのスーパースターが来るんだわ。ほう、何スーパースターって。ヨーヨーのめっちゃうまい人。大人の人が。へぇ。ほんで、そこで、コカ・コーラを買うやん。で、うん、俺らも当たったもんで、コカ・コーラヨーヨーは持っとるんや。おぉ。ほんで、そこで10人ぐらいダーって子供、ほんで、赤い帽子のコカ・コーラって書いた、ヨーヨーチャンピオンって書いた おじさんが来て、へぇ。さあ、じゃあみんなで、その人の真似ができたらいいって言って、ああ、でずっと犬の散歩やってみてやったり、で最後あの大車輪をで体感、うんうん、
あれで何回やってって言って、俺もそこまで残ったんやんて。おお。で、運よく上やったら、俺絶対勝てなかったやつが、うん、服が、たまたまそいつの服って、まあそいつは金持ちなんやんて。1000円、必ず買い物来ると1000円持ってくるようなやつやったんやん。俺らはもう200円、300円ですげえって言っとる時代に、そいつは1000円札やったんや。わあ、リッチ。うん。殴ってやりてえぐらい金持ちだなと思ったけど。そいつに勝てたことに、俺すっげえ喜び感じてな。へえ。そしたら、ゴールドのヨーヨーと、赤色の、コカ・コーラヨーヨーチャンピオンっていう赤い帽子もらえてな。すげえ。俺すっげえ大事にしとったもん。そっから俺すげえヒーローやったもん。誰もあともらってないから。ああ、確かに。一点物か。そう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 。俺すっげえヒーローやった。ずっと。うん。いや、あなたわかるかな、あのハイパーヨーヨーって流行った。ハイパーヨーヨーってさ、あの中にあれが入ってる。なんかそう、なんかあのネタ、ゴマが入ってるやん、回りやすいように。そう、それ次第なのよ。俺小学生で流行った。違うんやって。普通のヨーヨーの中に真ん中に木が入ってるやんな。そこが当たる、うんうん、で糸をほぐして輪っかをくぐらしてもう一回すぼめてやるんだから、要は糸をこうやって挟むんやってその挟み具合と、あと何、滑りやすいようにロウ塗ったりするんやって、わざと開けて、うん、ガチでな、キューンってんで、どこが一番いいかっていうこの紐のかけ方が、うん、こうやってやるやん、みんな。ああ、なんかこの、うーんって、うん、こうなんやってとか言ってよ。え、でもハイパーユーの時これがなんか むっちゃなんか流行ってた気がする。そうそう、確かみんなこう普通は昔はこうやって、うん、で、スーパーのそのチャンピオンはこうやったで、俺らもこれのままやって飛んでくるんで、お前たぶんスパイダーマンみたいになるわけだそうそうそうほんで最後ピューンキューンって音がすると、おー、これで犬の散歩、俺はブランコって戻すんやってようやってた。うん、すごかった、あれは。うん、今のヨーヨーって誰でも犬の散歩できるような感覚やん。下手すらずっと回っとるやん、あれ。どんぐらい進歩してんでしょうね、今のヨーヨー。すげえ進歩してる回ると電気つくしな。ああ、あれ画期的だって思った。かっけーって。もう俺も思ったあれはすげえなと思った。昔はほんとシンプルだよ、ほんとにちょっと重い、ほんとに重いヨーヨーだった、うん、だけどコカ・コーラって書いたヨーヨーがすげえ流行った。あー、うん、そういう世代かコカ・コーラのヨーヨーポケットっていうのも売っててな。それね、あの漫画でしか見たことない。なんかベルトにヨーヨーをベルトを刺して、でヨーヨーがこういった吹いて、その中にみんな入れとるの。そう、あのあるんだね、本当に。あ、あったあった。あのそういうヨーヨーの、そのハイパーヨーヨーの流行った時の漫画見て、うん、なんか専用みたいな服着て、なんかポケット入れてるじゃない、うんうん、そんな服どこに売っとんねんって思っとったけど服は知らん昔はあのビニールにできた、ビニールでボタンでパチッと押してカチャッと開けると、その中にヨーヨーが入れて、ベルトループみたいにやってんの。今日はじゃあ俺この青色使うとかよ、うん、でもヨーヨーな、そん買ってみます、新しい最新ヨーヨー最新のヨーヨーってだって見とるとすげえ、いつまででも回っとるやん、こんなくちゃくちゃこちゃこちゃやっても。今あれ、その今言ったその犬の散歩だったりブランコだったりもできます。犬の散歩って言ったら昔の、今のヨーヨーだったら簡単だろう。わからない。昔のヨーヨーってさ、本当にとにかくキューンって一回し止まるか、勢い上げて、ま、戻ってくるんやね、うんうんうん。今のやつ、ピューンって言ったらそのまま下におるやん。ほんでちょっと引くとピューって戻ってくるやん。昔は違うんやね。もう、下で止めることすら難しかったんやね。これは最新のヨーヨーかって試す価値があるな。とりあえずさ、昔のああいう重いヨーヨーを持っとる人ったら俺欲しいもん。あコカ・コーラヨーヨー。俺20代までは持ってたんやけどさ、帽子も帽子なんかもうカビ生えちゃってた。ああ、うん、あ、ここまで俺持ってたんだと思って。
カビ生えてるあたり保存状態が良くないな。そうそうそう、もうあれやったな、ヨーヨーはねあったんだけど、もうどこもう捨てちゃったやろなと思って。まあ、いや結構俺昔のやつ残してるんで、仮面ライダーのあの野球とかポテトチップス、うん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 、あれ本当に数年前まであったんやで、ね、俺のとこに。うん、星野千一のカードとか。結構人によってはレアなんだろうな。そうそうそう、仮面ライダーなんて1から300何番まであるはずで、番号まで全部揃えて、当たりが出るとアルバムがもらえるのよ。そこにカードを挿して。へえ。うん。そういうのいっぱい貯めてやっとった。今そういうのないじゃん。あの頑張ってプロ野球チップスですよ。そう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 。今のプロ野球のやつって綺麗やでな。うん、そうなのかな。言うてそういうお菓子のなんたらって集めたことないな、そういえば。お菓子はもう。当たりのお菓子はベラボーに食っとな。なんかそういうカード付きとかそういうのなんか高いイメージあるじゃないですか、ちびっこの頃からだと。じゃなくて、ああいうなんか、あのココアシガレット、タバコ型のお菓子とか、あっち系の、なんていうの、安くて、な、系に俺は流れてた、うん、そういうなんか遊び心あるピューピューラムネとか。あ, ああいうなんか。俺らの時代は、俺一番いまだに食べたいなと思うの、みんな僕50代の人駄菓子屋さん行ったことあるかもしれんけど、あの紙にハッカをついたやつが食べてみたい。もう一回知らんな。紙にハッカがついたやつ、あのね、このぐらい、このぐらいなのかな、折り紙ぐらい、折り紙ぐらいの大きさかな、だと思う。そこに巨人の星飛雄馬が書いてあったり秘密なっこちゃんが書いてあったりして、それをちぎって食べると、あの甘くてハッカの味がするんだわ。で、噛み終わったらペッ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 するんやって。ガム？ガムじゃない、噛み。、うん、そうそうそう、もうガムって聞く時点で俺が何も想像ついてないのが。噛み、ただの噛み、1枚1円やったかな。え、じゃあマジで食えないやつ、味わい、味わうだけ、味わってペッて捨てるだけ。まあ今で言えばガムみたいな、まあ昔はガムあったからさ、うん、うん、今みたいなあんなすげえガムじゃねえけどな。ああ、昔のお菓子って俺意外と好きだったぞ。うん、本当に昔っつっても世代感あるんだよな、やっぱり20年の。こうやってよ、ボタン箱があってよ、ボタンポンと押すとよ、赤色が出たら一等賞とかよ、なんかガムがあるんやって。あのなんか駄菓子屋にかけ、壁にかけてあるような、あれ壁にかけてるかわかんないけど、おやおや。このぐらいの箱に、で、ここにぼ、おし、おしぼがあって、違うな、俺思ってるの違うな、やると中から、箱の中からガムが出てくるんや。黄色やったら中当たりとか、白やったら外れとかさ、で、当たりが出たらもう一個、もう一回引けるってよ。今あるやん、ゲームセンターとかのスーパー行くとさ、こうやってガムが1個流れてきて、コロン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 って、コロン、あれの箱バージョンね。あーあーあー、あった気がするな、なんか、うん、あのリアルで見たことないけど動画で見たことある。そう、あとリアルで見たことないはず、あれ。私、ひも飴知らんやろ。これ三角になって砂糖がいっぱいついとる飴なんやな、うん、で真ん中にひもがあるんだわ、それが上に出とるんやて。で、当たりが出るともう一個飴が引ける、もう引けるんやて。うん、知らん、なんかあのイチゴみたいな飴をなんかぶっ刺したる棒のあれじゃなくて、違う、紐ないんやて。え、知らん。で、どれかな。絶対引っ張っちゃいかんもんで、引っ張ってもそんなには動かんもんで、うんうん、これって言ってキューって赤色が上がってチッって言いながら。知らん、知らん。そう、すっげえ楽しかったぞ。うん、40分ぐらい喋ってるけど大丈夫かこれ。帰らんとかんな。エンディングどころじゃなくなったよこれ。やべえな、これ垂れ流し。だってムイ君知らんでしょ、あの瓶の牛乳、コーヒー牛乳とかってあるやん、うんうん、ね、うん、
あれで自動に持ってきてくれるやつしないやろ。自動で持ってきてくれる、うん、自動販売機みたいなやつ。昔の自動販売機ってさ、瓶のやつこうやって引っこ抜くんだ、お金入れて。ああ、なんか聞いたことある気がするな、うん、それの牛乳バージョンって言ってな、これな、にお金入れるやん、うん、そしてレバーを押すとガーって動いて、レバーを押してピーっていくと UFO キャッチャーみたいなもんだわでカチャってでコーヒー牛乳を掴んでもうこれボトンっていって取り出すってやつ、うん、高速道路のコーヒーみたいな感じになるの。そうそうであとこうやってシポンって抜いて。今覚えはさ、え、知らん、もう絶賛自動販売機しか知らん。自動販売機、そうそう、自動販売機って言ったら本当あの当時缶ってそうなかった。缶ってさ、こういうこんなやつでキュッキチュッていって、しかなかったんやって。うん、カチャってやるやつ、ん、違うの、プッシュじゃねえやって。プッシュじゃないやって、終わった。こんな鍵みたいなやつでこうやってクシュックシュッってやってキュッて飲むって。知らんなだろう。で、瓶が出てきて、出てきた時に自動販売機がこうやって引っこ抜くやつやって、うん、あのね、ワンチャン見たことあったとしても買ったことないから記憶にない。持ち運びできんね、そこで飲んで置いてかんだから、瓶だけ。瓶を持ってくと10円もらえるんやわ。OK、 100% 知らないことは分かった、それで。あ、そのお金の絡むエピソードあって、なんていうの、瓶は返すと10円なんやて。知らんな。だって要は1990年生まれの俺だから、うん、要はその頃あった、二十歳ぐらいの頃に。わかんねえもう二十歳って言ったら、だってもうしこたま仕事してたもん。うん、でしょうね、あなたのあれは。11時になりますけど、帰る時間11時とか言っとった、あの設定はどこに。え、知らないよ。